だこいつも。ハゲで。なんでこいつハゲで？これさ、ニフコっていうワイヤーハーネスのメーカーあるじゃん。ニフコ。NY。サケトライトからこれ取った方が早いかね。いいライダーする。社長女だの。そうですか。うん。ね、こうだね。じゃあこれがここ手前で作業できれば絶対いけるんですよ、うん、こんな奥でキリキリまあ伊沢ですよ。まあそういう風に設計されたでね。そういうことですね。ギリギリでってことですよね、うん、なんか引っ張り出せんようにロスしないようにさあ材料も、うん、材料もこう、うん、確かに電気の最短距離狙ったのね。お、着いた。あれパイロットどこだっけ。ピロピロはピロピロのランプ、あ、どこ、あ、これか。で、今は作動しませんよと。あ、これ刺さってねえのか。もう今は切れちゃったよ。揺らかしてもうるせえ。やっぱりこれヘッドを外すだけで済むのにさ、ね、ここはやっぱ男の意地を、まあ、プロの技を見せていかんすよ、うん、いやいや俺らもきちっとやらなかんのでさ、俺プチャッとはめる。いや、これも僕の中できちっとですよ。ピチッと違うところでピチッとやってる、はい、よし、OK、これ絶対いける。もうそのうちバチバチって言ってやばいっすよ。たまんのあれだろ、あーって。重みはまだついてないの。いや、OK、 指で肘が通ったろうね。OK、 で、こっからちょっと重みのこの線はどこにするか。なんかあれですよね、この近くだとハンドル切った時にあれおかしくなるので、こっち側に回せないんですかね。こんなのヘッドライトの中に入れとけよと思うんですよ。センサー、まあ、このセンサーが短くしちゃったのに、ここら辺でいいですよ。熱くいな、最後使われてみか。なんか粘りか、やっぱあるの。お前もつけよ。自分の駐輪場だったらえらいことになります。バッテリー上がっちゃった。ロックボルトなの。無理無理。もうあれ、俺バイクあれつけようかな。もう日産とかで買ったパンク修理コンプレッサーもあらかじめ内装しとく。イカれとるっすね。スイッチをパチッとハマーじゃないですか。かっこええ。なんていうんでしたっけそれ。うおなんかあったっすね、名前が。やべ、ステッカー出してから悩むっていうこの暴挙に出た。やべえぞ。それってもう、こんな程度にもうまだ伸ばせる。いや、もういっぱい、うん、こんなパツンパツン。自分で言ったダッセー。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 ダッセー
ってもいいよな。多分光ってるだけなんで光らせてもいいよ、光りたい時に。ちょっとアウトになるかもしれないな、あんなので。よっしゃ。できましたよ、これで。できたはいいけど。じゃあ、ピピダメですよ、なっちゃう。あれだって今、これなんだ、なんでこんなことになった。おやつおもろ。あああああこれを解除するんだからね。うん、ほんで、ああごめん、またボビビるよマジで。あれどうやるの、2回カチャッカチャってやるたぶん。あ、なった。どこになっぱなりっぱじゃん。どういうこと？で今は揺らかしてもならんと。多分時間が経つとなっちゃうんですよね。あ、掴んでいいんじゃない？なんで？あ、これで戻すよ。いやオフ。これで解除してこのままの記憶覚えてる。あ、入っちゃう。解除要はちょっともう今いいわ、いじるときにピピピピになるじゃん。うん、解除の仕方を取られたら。あ、ちょっとこれどういうことだ。いいか、わけわからん。今何この、おお。いや、マジで神さん、ショック死する可能性出てきた。もういつまでならもうならんよこれ、赤くないで。あ、本当だ。これなんで？あ、なんで？いや時間が経つと解除の仕方があるが、ちょっとうまいことわからんけど。あ、これもうくっつけたの？もうくっつけたんですよ。今取るか、硬えな。バリですから、重さですよ。カズ、やっぱり意地悪じゃないですか。やめてください。本当に、あれ、えらい落ち込んどるじゃん。はいはい、大丈夫ですよ、やめてくださいよ。ダッセ。いや、ダッセないですよ、もうですよ。